水って、うん、ね、原価ほぼゼロなんですよ。まあ、その何百倍で買ってるわけですよ。うん、だから原価率で言ったらめちゃめちゃ高いビジネスなんで、うん、これね、今回ね、代理店プログラムっていうのを僕作ってきたんで、うん、これ聞きたいですか？代理店プログラム、はい、そうなんですよ。じゃあ、例えばですよ。じゃあ、詐欺くんが、うん、誰かこの水を買ってくれる人を紹介してくれたら、うん、半分利益をシェアします。はいはいはい。めちゃめちゃいいじゃないですか。まあね。はい。うん、じゃあ、この水いくらだと思います？え？いくらだと思う？はい。いくらだったら買います？いくら？まあ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 、半分もらえるでしょ？うん。もう別に売れるんだったら全然。まあいいですわ、うん。まあとにかくですね、あなたの会社は、税金がか、うん、たま、利益が溜まってると。あ、まあ、利益出てますね。はい、利益。じゃあ、例えば2万円の利益があったら、うん、そのまま放っとくとどんぐらい税金で取られちゃいます？まあ、大体 50% ぐらい、半分ぐらいって言われてますね。まあ、簡単に言ったらね、うん、そう、50%、半分ぐらい取られちゃう。はいはい、ってことは、2万円放置してたら、いくらしか残んないんだっけ？まあ、1万円。1万円しか残んない。うん、覚えておいてください、ね。はい。1万円残る。そうです、そうです。じゃあ、詐欺くん、自分の会社ちょっと紹介してください、僕に。はい、紹介します。はい。この会社、うん、ね。じゃあ、詐欺君の会社、うん、この水2万円で買ってください。はい。ね。じゃあ、2万円。買ってください、うん、とにかく。一応ね。まあ、一応買うよ。はい、じゃあ、2万円の利益が水に変わった。はい。じゃあ、詐欺君の会社、税金払わなくていいですよね。もう経費で2万円。あ、そっか、2万円でなくなったのか。そうですね。うん、だから、実質、1万円残りだった、予定だった1万円もなくなっちゃいました。うん。で、1万円、紹介してくれたんですよね。うん。紹介料払います。はいはい。でも、1万円あるんだよ。はい。僕は1万円もらって。俺も1万円。1万円あって。なくなった。はい。でも1万円もらったから税金払うの？税金あなたが？うん。ああ、でもだって、所得税って年間20万円以下だったら申告しないでいいじゃないですか。個人だから？はい。1万円じゃプラス？うん。買うよ、買うよ。買うよ、2万円。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。